よし、ボムラッシュハイやっていきたいと思います。メンバーはランダム縄張りバトルで、今回はね、タクボンさんが主催するボムラッシュハイにね、参加していきます。ということで、まあ、今回のルールなんだけど、まあ、ルールはね、ちょっとギアの方を見ながら説明していきたいと思います。1戦目がクイックボム縛りということで、クイボとクイックボムラッシュしか使えません。で、ギアが、俺はインク効率アップを頭につけて、服にボム火。これでボムを遠くに飛ばして、なんて言ったって3番目が、こちら、靴がボムサーチ。これがね、ボムの位置がわかるんですよ。ボムの位置がわかる。つまりそれがどういうことかと言ったら、理論上、俺は、誰の攻撃も当たらない。なぜならば、皆は、ボムでしか攻撃してこないから。そこに気づくとは、この私天才ですよ。つまりね、この試合ってより、この大会はね、俺はね、一回も攻撃を当たらずに、一回も死なずに、勝ってしまうという、そういう魂胆なわけですよ。ということで、メンバーの方が、うちのチームが、セピアさんとムツーさんと、マロですね。ウバマロくんですね。で、敵チームに主催のタクボンさん、私さん、ムルムルさん、ユウキツさんが、入ってきます。まあ、今回はね、なんか割と、有名な方も多いんで、俺のボムで、爆発させていこう。ハゼロ有名実況者よっしゃ、やっていくぜ。待ってな。俺さ、大丈夫かな？ボムだけ。俺絶対これね、ルール違反しちゃうから、絶対に。本当になんか毎回こういうルールするんだよ。気をつけよ。L で。ボム！よし！これだ！オッケー。いけるぞ！これで進める！これで進む！やばい。なんか楽しみになってくる。いきなり来てる。なんか、危険ですね、これは。これ危険ですよ。いたよな、今。今いた！いけー！よっしゃー！来たー！来た、最先いいぞ、ヨイキツさん撃破。うわ、これあれだ、ボム飛距離つけてるからやっぱ強いわ、俺。いる？あそこに。いるな、あいつもやろうぜ。ほら、あいくそ。な、これあれだ、雪合戦みたいになってる、雪合戦。完全にこれ雪合戦だわ。もう別ゲート化してるもん。オッケー、ナイス。いけ！うわ、あの人ボムラだ、ボムラ中。ボムラ中だが俺がやる、仕留める。いい、俺強えんじゃねえこれ。割と強えぞ俺。確かに俺、ボムに関して言えば俺の右に出る人はいないって俺前々から思ってたんだよな。こういうルールがあったら輝ける気がするみたい。よし、ボムラ使いましょう。これ一応縄張りバトルだからたくさん塗ってこう。あそこら辺いるな。うわ、荒ぶってる人いるな、やっぱ向こうにも。ちょっと俺はちょっと一回逃げよう。引こう。ボムラが切れる前に引いて、落ち着いて、あそこにいる。オッケー、当たる。二角か、三角か二角だな。あ、逃げた。宇宙へ帰ったね。星へ帰りましたね、あいつはウルトラマンですね。うわー、危ねえ。あそこか。あ、ちょっと待って、俺あれだ、これ危ない、近すぎたらボム火積んでるから遠くに飛んじゃう。よし、オッケー、まだいる、こっちに。死ね。もう一回。オッケー。いいじゃない。これ俺めっちゃ強くない、マジで。あれだから、ちょっと練習。あれ、待って、今思ったけど、ボムサーチ、あれ。あれ、ボムサーチされてなくない？あいつ倒したい。ボムサーチされてないんだけど。俺が練習してきたのバレ。クイックボムってボムサーチされないの？マジで？クイボってボムサーチされないんだ。最悪だよ。すげえ最悪だよ、それ。知らなかった。つけ、このギア意味ねえじゃん。いや、やれる。あ、ダメか、くそ。いや、足止めたかった、今の。3回当たったんだけど、3回とも全部ギリギリだったからダメだな。俺、これマジで1回も死なない、でも。ボムサーチがなくてもいいか。ボムラ、来た。最後塗ろう。いくぞ。できるだけ遠くで、一発ぐらい誰か倒したいし、当てたいが、そういうわけにはならないか。よし。遠くに俺の思い届け。俺、甲子園で行きたかった。俺の気持ち。あいつ倒したい。深追いは禁止か。うわ、マジか、後ろか。やばい。死にたくないでござる。死にたくない。あー、待って。あー、くそ、俺の無敗伝説に傷をつけやがって。くそ。あ、でも、いや、つかまって、まあ、落ち着け。落ちもついて勝つ。あ、負けたんだ。あーなるほどな。おー、あー、まあ、いいじゃないか。そういうこともあるだろう。私、強っ。いや、なるほどね。そういうことね。あ、そういう流れね。まあ、でも2回目は、毎回チームはランダムなんで、
まあ大丈夫でしょう。よーし、ということで2回戦の方やっていきましょう。次はね、スプラッシュボム縛りということで、さあ、金目鯛美術館だね。今度こそ俺ボムサーチつけてるんで、今度はマジで確実にボムサーチのその能力みたいなの、ボムサーチってつけてる実況者いないから新鮮なんだよ。あ、やべ、違う、今のなし。わ、待って、これ足元に濡れない。ボムがすげえ前に行くんだけど、めっちゃ前に行くんだけど。しかも、あ、1個しか投げれないのね。え、待って、これ俺今気づいたことがあるんだけど、めちゃくちゃ地味な戦いになるんじゃない。どうしよう、どうしよう。あ、でもボムサーチ効いてますね。ボムサーチ効いてる、効いてる。オッケーオッケーオッケー。ナイス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 。いいねいいねいいね。ナイスは積極的に返してあげよう。ちょっと危ないな、怖いな怖いな。これ俺降りるわ、攻めるわ、攻めたくるわ。ボムサーチついてるから大丈夫だ。うわー、来た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 。どこだ、いたいたいた。いや、あ、これはこれ勝ちたい、こういう試合勝ちたい。さあ君にあげるよ。ドーン、やった。あ、なるほどね、こういう戦い方をするのね、こういう戦い方をするのね。いや、これはもう分かったわ。いけるわいけるわいけるわ、勝つわ、絶対勝つわ。よし、あそこに、あ、ボムサーチじゃないわ、ボムラいるな。俺もボムラあるけど、まあ、もうちょっとこれマットか使うの。とりあえず横から投げの、あ、当たった、よし、ナイス、セピアさん倒しい、セピアさん倒しいの。あ、え、待って、これ登るとこある、登れる、これ登れないんじゃない。ちょ、ボムラ使うか。え、待って、今これ使うか、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 これ使うか。今、マロ今なんか、おおよそボムの軌道じゃない何かが飛んできた気がするんだけど、気のせいだよねこれ。すげえ。ボムひっついてるからすごい、俺の ボムが前に飛ぶ。え、どうしよう、これ前に攻めたいんだけど、前に攻めたいんだけど攻めれないんだけど、どうすればいいの。あ、そっか、上塗ればいいのか、ここか、ここ塗れ、ここ塗って上がれば、よし。なんだこれ。故郷に帰る鮭の気持ち、コイキングの滝登り。誰も登れないんだよな。やべ、来てる来てる来てる、誰も登れないんだよな。あー、ミスった。くそー、踊れセピア。面白すぎるだろう、面白すぎるだろう。よしよしよし、あれ、まあ、上を塗って、ちょっと このエジミだな、スタート地点のエジミだな。プレス塗ってって攻めに行こう。37秒か、あと37秒、できればね、まだもう死にたく、よし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 、倍返し倍返し。わ、いるな、あそこに。わ、こいつと戦おう、こいつ戦おう。ボムラか、あいつすげえ投げたな今。さあ、あと一人ぐらいやりたいよね。落ち着いて、あそこに、こういうところで塗ってく。さすがに慣れてきた、塗ってく。うまい、落とし方がうまい。いた今下に。あ、いる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 ね。プレゼント、ハイユー。あ、逃げてる逃げてる。いや、逃がさねえよお前、逃がさねえ。よっしゃ。マロ退治、そしてボムラッシュも決まってく。いや、めっちゃ気持ちいいんだけど。最後、マロピョンピョン。ぴょんぴょん飛び跳ねたけど、何言ってるか分かんねえ俺。ぴょんぴょん飛び跳ねてたけど、俺のボムから逃げ切れなかった。なんて見苦しい姿なんだあいつ。よっしゃー、5キルしたぜ、1位キル数やったー。よっしゃー、じゃあ次だなー、次行くか。楽しい。よーし、3戦目9番ボムラッシュー。え、変なテンションやめよう。ということで3戦目アロワナモールですね。よし、9番ボムなんで、9番ボムってね、なんかキルしにくいような気がするんで、塗りをね、塗りを意識していき、おすげえ、これナイスだよ。まさかの大名行列みたい、9番ボムロード、栄光の9番ボムロードだこれが。全ての道は9番ボムロードが作ってく。よしよしよし、これいいんじゃないか。あ、セピアさんついてこ。おー、有名実況者の後をついてくスタイル。セピアさん前行ってください。セピアさん前行ってください、早く。ちょっと先輩なんだから、先輩なんだから前行って、安全な道を俺に。俺最悪だ。ちょっと待って、落ち着け落ち着け。ただここのルートは2人で確保していこう。
どんどん攻めながら、お、攻めるな、勇敢だ。果敢にも攻めていく。わ、危ないな、俺はここで一回信号待ち。よし、敵の陣地取りましたね。こっから、こっから俺の塗りが炸裂するとお前ら知らずにな。溜まるぜ。よっしゃ、溜まった。さあ投げるぜ。これが俺の9番ボムラッシュ。いいね、9番ボムラッシュとか俺使ったの初めてかもしんねでも普段からね、あのオクタシューターで9番ボム使ってるから。あ、やべ、落ちちゃった、落ちちゃった、落ちちゃった。まずい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 。ここは敵陣地ど真ん中。待って、おお敵陣地ど真ん中で俺何やってんだよ遊んでる場合じゃないんだよ。あれ、敵に合わないな、敵に合わねえな。あそこにいるな、絶対いるよな。いる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 。ちょっと逃げよう逃げよう逃げよう。やっぱ塗りを大事にしよう。今回は、今回塗りを大事にして、やっぱ塗らないと勝てないゲームだから。勝ってなんぼのとこあるから、勝ってなんぼのとこあるから、ちょっとやっぱね、基本は上から、基本は上からしたらボムに当たらないから、そういうところが大事だよ。わあ、なんで上からボム降ってくんのよかったよかった、ボムサーチつけててよかった。あれ、ボムサーチなかったら死んでたから、確実にねオッケーオッケー、たまった、行くぜ、2回目の9番ボムラッシュ。いや、いいじゃない、私死んでない。うわ、なんか3回も、なんであの角っこに3回も、なんか角っこに3回もぶつけるという。うわ、いるな、あいつ倒すぞ。よし、うわー、待って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 、あー予測可能、回避不可能うわ、私さん強いと思ったらあんなギアなんだ。ボムサーチより絶対いいなあれ俺も次から足をちょ、タイトルボムサーチでなんか無双するみたいにしようかなと思ったけど、ちょっとあれ、ボムサーチよりもボムサーチクソだから俺もちょっとボムラッシュを打ってく方がいいかもしれないな。ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け、あと22秒か。どうだろこれ、いるなあ。あ、でもほんでもボムサーチいいよな、ほら分かるもん、後ろにいるとか、ボムサーチがあるあるおかげでもうデス数が明らかに減ってる俺。あと8秒か、あと8秒か。今回まあ一人も倒してないけど、塗りは大事、塗りはいける、塗りはいける、つか塗りを大事にした試合だったから大丈夫かなこれ。さあということで結果、いや、勝ったかもしんねえ、これこれ勝ったかもしんないよー。ほらな、見たか。さあ誰が一番活躍してるか、それをね、みんなに見てほしい。9番ボムラッシュを2回打ったトリッピー、さあ塗りポイントは、そうだよ、縄張りバトルにキルはいられんだよ、俺の勝ちだやったー、めっちゃ楽しいいいね、よし、次がチェイスボムだから俺ボムサーチ外そっかな。多分どうだろうな、悩むな。